前にさ、うん、クリスマスの時に、うん、ばあちゃんサンタから、うん、ひまちもらった時に、うん、あ、ひまちわかる、ね、ばあちゃんの、うん、の時に、ね、うん、ばあちゃんの LINE でちょっと一回いいから LINE、ね、で、ね、ばあちゃんに録音してもらった声を、うん、となんか何だ言ったじゃん、言ったっていうかの流してさ、おかかがどういう反応するかってやったじゃん、うんうん、そう、その時のやつで、またねバイバイね、ばあちゃんだよおかか、ひまち食べてねやっぱり絶対思ってる、これまたねバイバイ、うん、これおかしい、これ ママが言ってるんだけどね、ママが言ってるけどばあちゃんの声にしか聞こえないけど、ばあちゃんどこにいるの、ここからばあちゃんが、ここの、うん、ここからばあちゃんが出てきてるいろんなね知ってるフレーズがいっぱい出てくる ね、しかも多分何回も聞いたから覚えてんだよね、その、うん、その何、うん、セリフっていうか、うんうん、ね、またねバイバイ、ほらねえ、おかくさ、うんうんうん、不思議だなと思ってる、思ってるよね、うん、なんか嬉しかった、ね、で今度さ、今度テレビ電話しよっか、ばあちゃんと、今度さ、テレビ電話する、しない、ばあちゃんとテレビ電話したい人、うん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 、ね、ばあちゃんと、ばあちゃんわかんの、ばあちゃんわかるね、ばあちゃんわかるね、うん、ひまち、本当はね、ひまちなんだよね、でもひまちっていう言い方がばあちゃんがね言ってたから、それもちょっと多分覚えてるよね、不思議なことが起きてるって思ってる、うーん、どうしましょうか、ママの口からばあちゃんが出てきてるんだけどどうしましょうかパパどうしましょうか、そのフレーズが本当覚えて、まあ今度さ、これも一緒に流せばいいんじゃないの、うん、うん、だってもう、またねバイバイっていうこの声が、あれどっかから聞こえたよね、今ね、おかしいね、不思議だね、おかしいね、ばあちゃんに聞いてみよう、今度ね、ね、ばあちゃんテレビ電話していいですか、お母さんテレビ電話してみたいです、うん、聞いてみよう。ね。もう YouTube で言えばいいんじゃないか。ばあちゃんテレビ電話してください。多分ばあちゃん見てるから。ちゃんと聞けよ。YouTube。なんでネット越しに聞くんだよ。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ポチッとしてね。いいねもしてね。またねー。